い、本日もよろしくお願いいたします。今日も お便りをね、ご質問いただきました。よろしくお願いいたしますということで、質問に答えていきたいと思います。私は上がり症、とても上がり症ですと。で、上がり症を治すには人前で話す機会をたくさん、設けて実践しなさいということをよく言われます。ただ実践する場が、ないんですと。どうしたらいいでしょうかというご質問をいただきました。ありがとうございます。実践する場があんまり話す機会が普段ないってことでしょうね。だけども上がり症を治したいんです、こういう場合どうしたらいいですか。これね、本当にたくさんいただくんですよ、ね、毎日人前で喋ってたらそれやっぱ上手くなりますもんね。けれどももう3ヶ月に1回くらいしか喋る時ないんです、その時緊張しちゃうんですっていうことだと思うんです。で、これに対してね、今日はトレーニング法をお伝えをしていきます。これはもう熟成の方にもね、いろいろ実践をしていただいてるんですが、まず人前で喋る時っていうのは、立った時っていうのはね、すごい居心地が悪いわけじゃないですか。いつもと違う感じ、見られてる、嫌だなって、この居心地の悪さがあります。で、普段もこのような似てるような居心地の悪さを感じるシチュエーションって普段もあるはずなんですよ。人前じゃなくても、例えば、何ですか、会議で誰か質問ある方みたいなね、誰か意見はある方いるかねみたいな時言われた時、シーンってなってる時ありません？あの時に手挙げるのってすっごい居心地悪くないですかね。嫌ですよね。だからその居心地の悪い、タイミング、例えば初めましての人と会う時、声かける方が居心地悪くない、かけられる方が嬉しい、楽ですよね。まず知らない人に、あ、こんにちはっつって声かけるのってすごい居心地悪いと思うんですよ。あとは苦手な上司にね、こっちから話しかける、これ居心地悪いですよね。そうなんですよ。実はね、人前に立つっていうことだけじゃなくって、普段から居心地の悪いシチュエーションっていっぱいあるんですよ。なのでここで居心地の悪いシチュエーションにあえて挑んでみる、チャレンジしてみると。例えば、誰も言わないんだったら頑張って手挙げてみる、はいとか言ってね、挙げてみる。誰か自己紹介したい人とか言って交流会とかで言われたら、はい私とか言って、その居心地の悪さを突破してみる、いうことを普段やっとくということです。これはね、心の耐性と言います。心の耐性、耐性っていうのは耐えるに差がね、要するにちょっとずつ心に負荷をかけていくことで、圧をかけることで、心を強くしていく。そうするといざ人前に立った時もその居心地の、悪さを感じなくなりますよっていうことなんですよ。これはほら、傷とかつける時もそうです。傷がついたなんていう時もね、血が流れてかさぶたができる、でまた傷がついた、口が流れてかさぶたができる、こうやってだんだんと皮膚って強くなってきますよね。筋トレなんかもそうです。筋繊維を破壊するんですよ。けど破壊と再生を繰り返して筋肉っていうのはでかくなってくる。だから普段の居心地の悪いところに自分にちょっと負荷をかけてみて、普段だったら話しかけないんだけど自分からちょっと挨拶をしてみて、そうやって居心地悪いなっていうのを少しずつ積む。そうすると心の耐性、耐性力鍛える、耐えれる力が増してきて、いざ人前でっていう時でも、これだったらあんまり人前で喋る機会がなかったとして普段からやりません？多分いっぱいあると思いますよ。居心地悪い時って時かなー、会社出社した瞬間からずっと居心地悪いなとかあるかもしれない。でもそのほら、普段やりたくないなっていうことに挑んでみるっていうことをぜひ、やっていて、失敗をね、繰り返して、ちっちゃい失敗を繰り返しておいて、心を強くして、欲しいなというふうに思います。ということで今日は居心地の悪さを普段から試して、いざ人前での居心地の悪さを克服していこうというトレーニングでございました。また、ご質問待ってます。よろしくお願いします。